さて、前回の爬虫類館訪問は？どうも、コニタンです。全身真っ黒なアヤムセマに、異様に平たいカエル、ピパピパ、とってもキュートなイエアメガエル、カメさんにも餌やりができました。さて、今回はどんな生き物と会えるのか、パート4、スタートです。リンゴ握り潰し。あ、ちょっと。衝撃の。はい。リンゴ握り潰しサービス。すごい。あはい、じゃあこの細かくなったリンゴをリクガメさんに与えていただくと、よろしくお願いしますね。はい。顔について手で手を使ってる。リンゴはやっぱり小松菜よりも好きなんですか？好きですね。なんかすごい食べる。そう、もう目の色変えて食べます、ね。なんか甘いのがやっぱり好きなのと、なんか赤いのに結構反応が良くて、もうリンゴはもうどっちも兼ね備えてるんで大好きです。そうです。目がだんだんとしてる。お、リンゴだなっていう顔してる。まあいい顔。あ、ごめん。話してもいいのかな。大丈夫です。歯にくっついちゃったね。すごい。やめてやめて。あげるから。本当に大好きなんですね。大好きですね。だから他にも赤くて甘いイチゴとかスイカとか大好きですね。あ、赤いのが好き。そうなんですよね。ちゃんと色が見えてるってことですよね。そうですね。この子がちょっとなんか、甲羅の下の部分がちょっと伸びてるんで、首が、あ、下がらない。そう、伸びなくて、下のもの食えないんですよね、ちょっと。あ、ほんとだ。あ、ほんとだ。ご飯も永遠に握れちゃうんですよね。シャリシャリっていう。こんだけ硬いリンゴをもうシャクッと食べれるっていうことは、どれだけ噛む力がやばいかってわかりますね。そうですね。トングもバリッといきそうな。まだなんかあれ、まあ、でもほとんどもう見たから大丈夫ですか？全部案内していただいて。
あん。あ、ありがとうございます。あ、さっきの、あ、そうですそうです、もうこの子俺大好きなのにぶつかしちゃって今度この子の T シャツも出すやつ。あ、いいです見るとさっきの T シャツを思い出す。カエルが売ってるね。カエル、カエル、俺は捕まえてきたカエル売ってるんですよ。ちょっと引きガエルは比較的簡単な方ですね。ベッドシーツ引いて、そうですね、ベッドシーツで全然描いちゃいます、はい、なんか買って帰る。そうだな、そこの、あの記念撮影。ああ、はは、ありがとうございます。あ、全部できますし、はい、ありがとうございます。触れ合いできる生き物だったら、その生き物と一緒にもできますか。はい、どう、誰がいい、どうする、誰がいいじゃないですか。おすすめとかありますか。おすすめ、やっぱ人気なのって、やっぱあのコールダチョのゴマちゃんとか、まあ、鶏もいけますし、あと蛇を首に巻いてやる人とか、うん、ですかね。どうしようか、じゃあ、ヘビ、ヘビヘビ、どのヘビにします。この白いボールパイソンの、普通のボールパイソンの赤いコーンスレイクの白いコーンスレイクの、どれがいいですか。全部聞いちゃう、全部聞いちゃう。じゃあ、じゃあ、まあ、このザ・ニシキヘビって感じのボールパイソンのノーマルちゃんで、ダメな、どうもありがとう。あのお客様大変お似合いです。ちょっと待って、ね、はい、顔がいつもいろんなところに。あ、でもいい感じ。あ、ありがとうございます。じゃあちょっと印刷していきます。お願いします。でも冷たいね。ヒヤッとする。ちょうどいい生ぬるさ。無理だそうか、分からなかったんでしょ。いや、まあ、錦蛇ってさ、うん、巻きついて、ね、締め殺すじゃないけど、そう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 、ね、ダチョウのヒナとか食べられちゃいそうな、ね、一緒のどこに置いたいから、ね、ぐるんぐるん、なんなら餌でしょ、うん、超でいっぱい入ってる。いや、すごいね。あ、目つぶったよ。眠いね。ね、こうね、トゲトゲしてても、うん、やらかかった、うん、まだ嫌がるってことだ。やっぱり土がいいらしい。うん、失礼しました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すごい記念になる。ここに飾ろう。ショップの方に。ショップにいいですか。いや、全然俺は構わないです。ありがとうございます。はい。どうやって終わりか。うん、どうも、うん、そうね。じゃあ本日は、はい、チャンネルワニさんの爬虫類館にお邪魔させていただきました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今から魚を3匹与えます。うまい。
わお。あ、おとなしい。